平野の使発言に揺れるキンプリファン、ティアラの怒りと不乱。5月22日をもって人気メンバー3人が脱退するキング、リンチェの熱狂的なファンティアラたちが暴動を起こすのではないかと危惧されているアーテイル。キンプリのドームツアーを収めた映像作品が1月18日に発売されたのですがその特典映像を見たティアラが大騒ぎしているんです。 映り込んだホワイトボードにメンバーが書き込んだと思われる10周年に向けた展望があったため、なぜ輝かしい未来を描いていたメンバーたちが脱退、退場に追い込まれなければならないのか疑心暗鬼になるファンが急増。今回のメンバー3人の脱退劇はジャニーズ事務所の陰謀が原因だと騒ぎ始めたんです。芸能関係者。 スマップ解散時と同じ展開ティアラたちは、スマップの解散騒動が金プリで再現されている、と訴えている。ジャニーズは国民的人気を誇っていたスマップへの独立をめぐり、メンバーにテレビで公開謝罪させた過去があるが、その状況と現在の金プリが酷似しているというのだ。金プリも昨年の紅白で平野紫耀が5人で出る紅白は最後になると、発言。 これも、ジャニーズ事務所が無理やり言わせたのではないか、とツイッターなどで議論を呼び、スマップ解散時と同じ展開だとティアラがジャニーズ事務所に対して敵意をむき出しにしているんです。同関係者。スマップファンは、2016年1月18日に彼らの冠番組内で公開謝罪させられたことを風化させない運動を続けている。 今年はスマップへの一番長い日というハッシュタグを使い、ツイッターで同日に追悼のコメントを出していた。これにティアラも同調しキンプリとスマップを同列に扱うようなコメントを多く発信したところ、一部のスマップファンが反発。スマップをとキンプリは事情が違う、便乗しないで、と小競り合いに発展しました。本来、 反ジャニーズ事務所で共闘できるはずのファン同士まで対立する異常事態。今後、ティアラたちがどんな行動を起こすのか未知数です。スマップへの解散騒動の時とは違い、SNS も発達しているので、ティアラが連携して実社会で暴動を起こすことも予想されるのです。同関係者、金プリの3人が脱退する X デーまで、すでに4ヶ月ほどの猶予しかない。 5月にはどんなトラブルが起きるのか、ジャニーズ関係者も戦々恐々としているようだ。結論。ティアラの熱狂的な金振り合いが、メンバー脱退に関する疑念と不安を募らせています。彼らがスマップへの解散騒動を引き合いに出し、ジャニーズ事務所に対する不信感を表明していることは明らかです。 しかし、感動詞の対立が起きている今、冷静な対話と共感が求められています。ティアラの皆さん、キンプリとの絆を大切にし、感情を共有する場を持ちながら、問題解決に向けて建設的なアプローチを模索しましょう。彼らの音楽とパフォーマンスが私たちに楽しみと感動を提供し続けることを願っています。 フォロー、いいね、そしてコメントで、キンプリとティアラの結束を示しましょう。